パーク。転生したらスライムだった剣、テンペストストーリーズ。平和が一番。リムル様。能力の上昇率を開示します。探索開始だ。コク、接敵を確認しました。さすがに効いただろう。フレアサークル。これでどうだ。誰一人逃がさない。もう終わりか。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。ん？なんだこれ。次元の出しにするか。コク、接敵を確認しました。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。オートバトルモードへ移行します。ふむふむ、結構調子いいな。当然の結果ですね。資源の足しにするか。次元の足しにするか。
国、標的を発見しました。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。レッド、もう終わりか。フレアサークル、オーマフレーム、行くぞ。まだです。悪い、こっちだぞ。決めます。東方、ここは任せます。甘く見ないでください。目標を達成しました。よし、目標達成。国、よし、なかなかいい食材が手に入ったな。シオン、この食材をシナに届けてくれ。あとディアブロを紹介するからみんなを集めておいてくれ。はい、承知いたしました。シオンの元気な声。うん、テンペストに平和な日常が戻ってきたな。みんなに紹介するからついてこい。ギョイ、知っていると思うが改めて紹介しておこう。今回俺を窮地から救ってくれたディアブロ君だ。新人だがかなり強くて頼もしいから第二秘書として頑張ってもらうつもりだ。みんなも仲良くするように。皆様、ご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします。リムル様、それでは宴の準備が整っていますので。ああ。みんな、いろいろ大変なことがあったが、今日は全部忘れて食べて飲んで楽しんでくれ。互いに生きていることを喜ぼう。その夜は祭りのようなどんちゃん騒ぎが繰り広げられた。シオンたちの復活を祝い再会を喜んだのだ。宴の場で俺はヨウムにファルムス王国の王になるよう要請した。
ファルムス王国でクーデターを起こし、新王国の樹立を宣言。英雄ヨウムが国王となる。テンペストはそれを支持し、正式に国交を結ぶ。ヨウムはいきなりの無茶ぶりを、断ったら男が廃ると引き受けてくれた。ミューランの手前というのもあったと思うが、相変わらずいいやつだ。よし、ヨウム、エドマリス王、レイヒム大司祭、ラーゼンの捕虜3人を連れて行動を起こしてもらうわけだが、ディアブロも連れて行け。ヨウムたちの支援に誰をつけるか悩んでいたが、お前なら適任だ。頼んだぞ。おお、承知しました、リムルス様。数年かかるかもしれないが、気長にな。問題ございません。さっさと終わらせてご覧に入れます。国を一つ滅ぼすのに大した自信だな。すぐに戻りますので、ご安心を。ゆっくりしてきていいぞ。すぐに戻りますので、ご安心ください。こうしてヨウムたちはファルムスの国取りに出発したのである。ファルムス王国の侵攻は相手から仕掛けてきたとはいえ、不本意ながら国家間の戦いになってしまった。ファルムス王国軍と戦った場所が荒れ地になっていると警備隊から報告があった。西側との国交を考えると整備しておいた方がいい。治安維持を兼ねて調査に向かうか。新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。デギオン、区切りだって聞いたけど、まだ訓練するのか？これはリムル様。はい、ご恩に報いるためにもより強くならなくては。そうか、ありがとな。でもやりすぎは毒だから、もう少ししたら休憩しろよ。はっ。国、訓練が終了しています。国、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。国、新しいエリアが開放されました。探索開始だ。国、接敵を確認しました。さすがに聞いたか。それ、ここで。それ。この調子だ。頼む、ラファエル。オートバトルモードへ移行します。
長子培養山。悪くない成果だな。私たちの勝利ですね。告、接敵を確認しました。長子、長子培養山。一旦引く。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。もう終わりか。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。接敵を確認しました。フレアサークル、くらえ。超失敗に王様、この調子だ。いやー、以上ない結果ですね。戦闘終了。あれは何でしょう。これは使えそうですね。あとはお任せします。お、なんだこれ。資源の足しにするか。国、強敵を発見しました。これでどうだ。誰一人逃がさない。メッター、もう終わりか。頼む、ラファエル。オートバトルモードへ移行します。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。もう終わりか。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。強敵を発見しました。これでどうだ。超子培養山。悪い、今するぞ。やりませんよ。オーガフレーム、あとはお任せします。
総司バイオザン総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー殲滅する。ホブドリンの力を見たか。殲滅する。排除する。総司妖魔巨人任務完了。少子一旦引く。オーガフレイム行きます。まだです。あとはお任せします。さすがに効いた。頼むラファエル。オートバトルモードへ移行します。一人逃がさない。もう終わりか。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。目標を達成しました。よし、目標達成。リグル、報告にあった北西の街道に行ってきた。ファルムス戦で魔素が集まったのか、強い魔物が集まっている。今後西側諸国との交流が盛んになるから、安全に通行できるよう警備を強化しておいてくれ。すぐに対処いたします。リムル様、報告がございます。ソエ、どうした。フューズ殿がテンペストに向かっているようです。フューズか、ファルムス王国の件かな。ソエ、みんなを集めてくれ。リムル殿、ブルモンド王国とテンペストの安全保障条約に従い馳せ参じました。少ないが完全武装の兵50人を連れてきた。皆覚悟はできている。まだファルムス王国軍の本体は到着していないようですが、こちらの情報では2万近い数の軍勢が確認されています。ブルムンド王も騎士団を動かすと約束してくれた。準備に時間がかかるが。君、ちょっと待ってほしい。あ、失礼しました。もしやすでに作戦が。ああ、うん、作戦というかね。それは我々に秘密の。そうじゃなくてね、あのだね、フューズ君、
君の気持ちはとても嬉しいのだけど、もう終わったからさ。は？終わった？どういう意味です？何が終わったのですか？なんて言えばいいか、つまりだね、一言で言えば俺が全滅させちゃったんだよ。何を？ファルムス王国の軍勢なんだけどね、もう全滅させちゃったんだ。俺はフューズにヒナタとの戦闘やファルムス王国との戦い、仲間を復活させ真の魔王になったことを伝えた。兵士たちも宿に案内してくつろいでもらってくれ。せっかく来てくれたんだ、丁重にな。はい。いやちょっと、リムル殿、まだ話は終わっていません。ん？今回のファルムス軍の派兵に乗じて天木国アンゲルスに動きがあったことはご存知でしょうか？おそらくテンペストとファルムス王国との戦いの後に戦争を仕掛ける気だったのではないかと。こっちが疲弊してるところをつくわけか。ファルムス王国とは速攻でキリをつけておいて正解だったわけだ。スミレの父親であるアンゲルス、その狙いはヴェルドラの遺骸。スミレは教祖アンゲルスが近いうちに行動を起こすと言っていた。アンゲルスとの衝突は避けられそうにないか。リムル殿、ヒナタ坂口と戦ったんですか？とんでもない強敵だったよ。全然こっちの話を聞いてくれなかったしな。冥国で恐ろしい殺人者という感じがした。どうした？いえね、我々が掴んだ情報とは少し印象が違いまして。というと？彼女は自分を頼ってきた者には必ず手を差し伸べているんです。まあ助言を聞かなかった者は二度と相手にしないそうですがね。つまりかなり理性的で合理的な考え方の持ち主なんですよ。彼女はルミナス教の教義を破ったことは一度もなく、法のもとに的確に裁いているというような印象でした。じゃあなんで召喚儀式を阻止しようとはしないんだ？子供を異世界から無理やり連れてくるなんてどう考えても許されることじゃないだろうに。異世界人を呼び出す召喚魔法の行使は公にはできぬ禁断の秘儀でしょう。西方諸国評議会では禁止事項に指定されてますし、問われたところで国家としても簡単には認めぬでしょうな。やってないと言われればそれまでか。ええ。ふむ。リムル殿の話を聞かなかったのはルミナス教の教義に魔物との取引の禁止という項目があるからでしょうな。せめて会話が成立するなら話し合いの機会を設けたいものだが、俺とは交渉しないってことか。西方聖教会が俺たちを神の敵と認定したら、ヒナタはそれに従うってことだろ？まあそうでしょうね。やれやれ。国府、西方聖教会に関しては心配不要か。個体名ヴェルドラを封じる無限牢獄の解析鑑定が間もなく終了します。ヴェルドラがマジで解放可能なのか？マジです。何百年もかかるはずだったのに、すごいな、ラファエルさんは。ヴェルドラの解放を行えば西側諸国の動きへの牽制効果としては十分であると推測します。確かに教会としては迂闊には動けなくなるだろうな。で、やっぱり流暢に喋れるんじゃねえか。いいな、気のせいです。では
みんな、改めて本題に入ろうと思う。公に発表するのは以下の筋書きとする。俺は魔王を名乗るが、覚醒したのは隠す。欲深いファルムス王国のエドマリス王がテンペストへ大軍を向け戦争になった。ベルドラの眠る地で血生臭い騒ぎを起こしたため、最悪の封印が緩んでしまい、その余波でファルムス軍は全滅。ファルムス王国に全ての罪を着せ、俺たちが正義だったと主張する。利点は他にもある。この説はアンギルスへの牽制も兼ねている。確かに納得ですぞ。それならば他国とも今までと変わらぬ交渉を続けられそうです。よし、以上の筋書きの情報を各国に流してくれ。ファルムス王国の対応はこれで確定。あとはヨウムとディアブロが良きに計らってくれるだろう。ベルドラ復活は嬉しい誤算だった。気づけば2年以上経つのか。長いようで短かったな。だが解放されたベルドラがおとなしくしてくれるとは思えない。そもそもアンゲルスの狙いは神の力とするベルドラだ。あえてターゲットを見つけやすい状態にしてやる必要はないだろう。ベルドラには悪いが、もうしばらく俺の胃袋にいてもらおう。ヒナタは強く、力の底が見えなかった。覚醒し魔王になった今の俺なら前のようにはいかないと思うが、ヒナタ以上の実力者がアンゲルス側にいないとは限らない。シオンや仲間たちの死、あんなことはもう絶対に起こさせない。今の俺の力で一人でどこまで戦えるか。スミレ、どうしたんだ？あのリムルさんに聞きたいことがありまして。外だと話しづらいなら入るか？前にリムルさんが戦った人って、いや、もうどう言えばいいか分かんないって。リムルさんを殺そうとした人を知りたいとか。お、スミレが聞きたいのはリムルさんが戦った日向坂口についてです。日向？なんで日向について知りたいんだ？私が日本にいた時、近所に坂口日向という女の子が住んでいたんです。女の子？はい、小学生の女の子です。リムルさんが戦ったのはその子かもって。いきなり戦闘で取り付く島もなかったから詳しいことはわからないけど、どう見てもスミレより年下には見えなかった。でも同じ名前です。坂口日向。その子はこう騎士っていうか、なんかそんな感じだった。リムルさんの言う日向と私の知っている日向は重なるところはないです。すごい偶然だけど、やっぱり同姓同名だってことかな。私とお父さんも別々にこの世界に来たけど会えた。そんな偶然は何度も起こらないか。俺からも話があるんだけど。はい。ファルムス軍の陰でアンゲルスがテンペストを本格的に狙って動き出した。ミリムが今いないのもアンゲルスは掴んでるだろう。戦争は近いと思う。前のような失敗はしない。スミレの父親といえどテンペストにあだなす者には容赦はできない。心の準備はしておいてほしい。スミレ大丈夫？見て、ありがとう。リムルさん、父の暴走を止めるのは私の使命だと思ってます。今回のシオンさんたちの件で学びました。後悔はしたくありません。私も戦います。うん、わかった。
ヨウムがファルムス王国の王になったと報告があった。そしてラファエルからもディアブロがファルムス王国で大活躍した様子を聞いた。ヨウムはあまりの激務で体重が10キロ減ったらしい。ディアブロの容赦ない計画遂行ぶりがうかがえる。とりあえずファルムス王国は問題なさそうだ。詳しいことはまた会った時に聞こう。ヨウムもディアブロも頑張っている。俺もアンゲルス戦に向け頑張るか。防衛設備や外壁の修繕や強化をしておきたい。地道にだが一歩ずつ進める。設備用の素材集めに行くか。コック、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。頼んだぞ。うまくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。